ぶさついちゃいました。今回ですね、はい、新宿歌舞伎町にあります歌舞伎町、はい、お一日一膳っていう天ぷら和食屋さん、はい、くれ頑張れ。頑張ります。ふう。しゃあ。飛んでる。そして。一応飛んでますね。ね、徐々に飛距離が伸びてきましたね。よいしょ。グレーがうますぎるのか、俺たちが下手くそすぎるのか、どっちかだ。どっちもだ。どっちだ。どっちもだ。くそ、ミスんねえな、あの人は。400ヤード。どこ狙うの？旗だよ。しょー。よいしょー。あ、ナイス。しゃー。負けねえぞ。あれ今靴トントン出なかったね。あ、ちょっとね、当たりが悪いですよ。当たりがうんちなんですよ。あ、そうか、2人残ってない。いつもはなんかいいけど。今日だけ、今日だけ。ちょっと、お、すごいじゃん。おっしゃ、おっしゃ。いやー、バンカー来て。バンカーまで行かなきゃ。行っちゃうな。バンカー、ああ、うん、バンカー。ちょっとね、行き過ぎた。左が嫌だったね。そう、マジで嫌だった、左。いや、まだ分かんないからね。まだ分かんない。確かに、うん、頑張れ、頑張れ。1765Iです。はい。まあまあまあ、グリーン手前まで行きましょうね。トップしか出ないですよ、僕。いやー、痛恨のバンカーだわ。ナイスアウト。普通のなんかやっちゃった。158ヤードタラコです。タラコタラコたっぷりタラコ。ピンまで155ヤードです。うわー。そうくる。乗りました。いけ。あー、手前か。まあ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 。これかな。これだな。これだな。よ、はい。いちごさん。そんなしかないか。まあでも勝負したいから。乗せないといけないよ。おお、ナイス。ナイス。やった。やった。なんかやばいね、なんか。
なんか土壇場からの土壇場からのあれがやばいね。やめろやめろ。さあ追い詰められましたね。うんうんうん、あまギリギリ乗ってねえな。まあ、乗ったほぼ乗った感じだから。やばいでかい。いやでかい。まあ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 。あれツーパットか。いやーでかい。まあアプローチ勝負とかになるんじゃないですか。さあ。はい。タラコ。タラコで転がし。はい。タラコで転がしていきます。そんな。ある。全員パーパット。タラコの悪魔。タラコ。タラコ刺さっていく。タラコ刺さる。タラコ刺さるんだ。ソウル厚めに見えるのに。刺さる。リーディング当てすぎました、ね。乗ってないからピンクから。全員四打目。オッケーの人が勝ちです。うん、なあいいんじゃない、ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチでしょ。左の残していくか。そしてイエローかな。ショートが一番むずいからな。下りラインですね。下ってるよ。ボール見ました。雰囲気ね。ガチャってなりますよね。マジか、そんな走る。いつものあさみさんですね。戻ってますね、いつものあさみさんに。さあほとんど曲がらないか。曲がらない、はい、曲がらないんだ、これ。曲がらないと思います、ほとんど出だしだけ。うめえ。きた。きた。うめえ。きた。きた。うめえ。マジか。すごい。やべ、これ入れないとダメだろ。これね、グレーは抜けです。今二人の勝負です。うまい。さあ、ただ上りと下りと見えるのが。あれ出てくるのが一番予想外だ。もうあのパターンがいいんじゃないですか。決めるんだあれ、すごいな。うそだ。さあピンクがこれを決めれば、うわ、 OK ですか。これはね、ちょっと下りなんだよな。ちょっと一回マークしとこうか。いいじゃない、ピンクチャンスなんだね。じゃあ両方と持ってください。オッケーなしで、オッケーなしで、オッケー。はい。うっそー。アプローチ無理。よし。アップルウォッチ対決だ。アップルウォッチ対決だ。とかね、手外したりして。ナイス。よし。よし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 。よし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 。下りなんで奥まで行っちゃう可能性があるんで、いい勝負になると思います。まあダメだよ。どっちがいいですか。勝ち、勝ち先、待ち。最初はグー、じゃんけん。勝ちから。勝ちから。勝ちから。最初はグー、じゃんけん。来い。はい。これはイエロー先行です。はい。意気込みを。読み。球を上げないとね。よし、チャンピオンにならないんでね。ミラクル。アプローチちょっとダメなんですよね。ミラクル起きる可能性が。だから私入れます。チップイン出したんで。おい、逆目か。
うまい。それはうまい。いや、うまい。それは完璧だ。うまい。伸びろ、伸びろ、伸びろ。それはうまい。もっと、もっと、もっと。もっと、もっと。ナイス。ナイス。これはうまい。そこしかないところに落としました。それもうまい。あ、うまいな。左垂れちゃう。うまいな。あ、やばい。左垂れちゃう。え、やばい。あ、左垂れちゃう。いや、どう？これ、いい勝負じゃない？ピンク。マジ？え、ちょっと待って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 。俺ここなの。こんなことある？やっと。ピンクだ。ピンク。ピンク。いやー、俺十分寄せたと思うんだけど。ナイス。やばい、鳥肌立ってきた。鳥肌立ってきた。やばくない？最後ショートだから。あ、確かに確かに。チャンスは。やばくない？どうしよう。3位か。鳥肌立ってきた。味はイエロー。さあ、ティー、あ、ティーアップしないんだ。謎のタラコアイアンでこの距離。170。ちょっと難しいですね。飛ぶかもわからないからね。イメージは。イメージは。こんなに。え、上げる感じですか？そう、こんなのいい。上がるんですか、それ？多分上げるんすよ。多分上がるじゃん、上げるんすよ。あー、まあ、でもあれ、垂れてくるんだよ、多分。キック来た、降りてきた、降りてきた。オッケーオッケーオッケー。止まった止まった。いい勝負になるぞ。これやばいな。これはむずいね。むずい。だけど距離感ぴったりしたね。距離は良かったですよね、うん、残念でした。いやー、あんだけ寄せて、あれ以上寄せられたらもう無理っすね。あれは無理だわ。しかもちょっと逆面っぽかったんですよ。でパンチ気味にね。え、かかってたよね。そうで、パンチ気味に打って、いやー、あれは完璧だと思ったんだけどな。あ、みんなピンクのこと応援してるんだよ。決勝戦最後の一ホール。そう、リズムだよね。リズム、ここで消えるだろう。何ヤード？おいおい、何ヤード？本当に100。3本しか持ってないグレーに負けるのか。距離測った？はい、いや大丈夫です、測ったんで大丈夫です。109番。伸びろ伸びろ。まあ寄せたもんね。まだな。いい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 いです、いいですいいです。いいいいいい、いけじゃないから、いいいいいい。泣けていい気がしちゃう。大丈夫大丈夫。さあ、何度5、2、あのさっきのアプローチ、ちょっと見て。そう、いや、それもない。うまい。はい、あ、おお、惜しい。いや、狙ってるわけでは。ちょっと強く入っちゃった。力入っちゃった。グレー。はい。パシモンで。天ぷら食うなら？一二一前。今出てこない。パシモンで今。うめえ。うめえっす。うん、ナイス。まあ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 。打ち込むしかねえ。
うん、切れない、ね、オッケー。さあ、はい、もちろん決めたら勝ちです、はい、ウィニングパット。ナイス、連勝です。おめでとうございます。一日一善さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、3本で勝てました。あ、なんかハンデありすぎなんだけど、下手なんだな俺たちがな、ね、やっぱな。なんかパターで出るってどういう状況だ。クラブ何でもいいじゃん。クラブもないんだって。あ、すごかった。いや、一番すごかったは1人目の俺のパターでしょ。え違う、一番すごかったのピンクのあのチップインじゃない。確かに、あそこでパーと確定してからね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、ちょっとジャンプしきってください。あ、僕ですか。はい、そうですね、今回サバイバルということで、レンジャーの中で、まあ、第1回ということで僕が勝っちゃいました。すいません。いやー、完敗でしたよ、もう3本ですからね。3本で、まあ、6ホール、ワンオーバー。ワンオーバーですね。スコアを数えていたんかい。余裕がある。ちょっとハンデが足らなかったですね。いやー、ハンデじゃなかった。全然苦じゃなさそうだったもんね。そうね。ちょっとパンシもバカにしたな俺は。いやー、ちょっと最後のパー3、ここのパー3の時に攻めすぎたのかな。攻めないと勝てないと思ったんですけど、うん、これぐらいのアプローチとパターが、これが、ね、決めきれなかったっていうのがあれですかね。じゃああれですね、今日その優勝者、はい、多分こう気持ちが高揚してるじゃないですか、はい、ね、1日1膳で打ち上げパーティー打ち上げ。あ、じゃあ、ね、1位の人が、はい、怒ると。今日そのスポンサードしてくれた一日一善さんで。あぶねー。そういうこと。後付けもいいと思うんだけど。男気。一日一善さんね。あぶねー。なんか雰囲気いるし、なんか新宿の歌舞伎町にあるとは思えない雰囲気らしいんだよ。うん、じゃあ5万分食べましょう。あいやー。行ってやろうぜ。本当にこの大会がね、開かれたのは一日一善さんの。いや、そうですよ。ありがとうございます。ありがとうございました。なのに来なかったやついるからね。確かに。あいつのおごりだ。風だから。請求書。今日おごってくんねえじゃん。今日おごってもらえないじゃん。ということですね、第1回目のね、ゴルフサバイバル、はい、恵比寿ゴルフレンジャーバージョンでした。はい、はい、まあ、これ一膳プレゼンツ、はい、ですね、はい、もしかしたらまあ他のチャンネルもねやり始めるかもしれないんで、うん、ね、その時はなんかコラボとかでも面白いですよね。確かに。どこどこの ね、 ね、うん、みたいな、まあ、YouTuber ゴルフサバイバルやったんですけど。確かにね。あ、やったわ。僕が一ホール目でいなくなった。早い。このゲーム向いてないですね。早い。ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくね。お願いします。本当チャンネル登録してね。してね。よろしくお願いします。